おきた、来た、よっしゃ、おっしゃ、来た、おっしゃよ、ナイス、はい、おはようございます。今日は4月10日土曜日、時間はね、今11時1分なんですけど、まあちょっとね、出撃時間がかなり遅くなっちゃったんですけど、今年初めての御三川、これね、場所がね、お墓前のところに車止めて、今あっち人いたんで、まあちょっといないところにこっちに移動してきて、まあやろうかなって感じなんですけど、今日まあやりたい釣りが2つあって、その1つがこれ、ジグ。もう去年まで、ね、ハードベイトオンリーで御三川やってて、こういうね、もともとラバージグとかすごい好きなんで、ジグ的が、ジグとかテキサスで、こういう釣りを、まあ、今年は思い存分やりたいなということで、まあ、とりあえずここから下流、サッシに向けてひたすらジグを打つっていう、で16分の3オスのジグに、ポーク、これはナンバーイレブンのポークフロックをやっ使います。でもこの辺から、まあ、晴れたしね、こういうのでいるでしょうっていうところに、ふわふわと軽めのジグ使ってふわふわやるのが、ジグ、うわ引っかかるな、自分流なんで、好きなんで。今年初めての御三川っすよ、もう。で、ちなみに、まあ、今日も時間はね、まあ、無制限でやれるんですけど、まあ、5時ぐらいをめどに考えてます。ただ、この、ね、めっちゃ濁ってて、減衰してて、すごい好きな雰囲気。まあ、夕方この状況だったら絶対トップがあるなっていうのも思ってるんですけど、まあ、3時、4時ぐらい。まあ、そういうのも考えつつ、まあ、でもジグ打ちたいなと。ジグ的とか、ノーシンカーとかね、そう、ワーム系で釣りたい。個人的には。水動いてて釣れそうだな。まあ、でも今日はひたすら杭を打つよ。杭とかセカンダリーになりそうなものを打っていく、そういう展開を期待してます。低いのがチャンスかもね。次出てるよ。これ出てたら天才。
しゃ。なんか光ったかな。焦ったよ。あれいいね、あの枝に引っ掛けてふわふわ中層ふわふわでゴーンって食ってくるのが一番理想。そんなうまくいかんよね。シェード絡んでるしね、可能性なくはないと思うんだよね。はい、今度は小坪橋下流まで来ました。で同じくジグやるんですけど、ちょっとポークだとね移動中に乾いちゃうんでっていうのと、ちょっと流れがあるんで重さもちょっと4分の1 7グラムにして、でトレーラーワーム、これバイズクロー2節カットこいつでやります。で、ね、人が両サイドいるんで少ない方をやろうと思います。はい、来た来た、うわシャーラッキー釣れたほうやったジグ&バイズグロー出た。チビだけどね、マジか白。今年の初御三バスです。あざす、やっぱりジグ大好き。うん、ありがとうね。まあ多分サイズは30センチぐらいです。ちょっと写真1枚釣りに行かせてくれた嫁に写真を送りましょう。はい、よし。まあサイズは測りませんわ。ありがとう、久々のジグフィッシュでした。はい、ありがとうな。はい、ありがとう。よいしょ、ありがとう。はい、バイバイ、ありがとうな。行ってこい。よし、今度はちょっと大きく移動してきて、養鶏場のからの下流で、まあね、時間ももう、まあ、2時半過ぎで、ここからの時間はもう、まあ、坊主もっていう恐れもなくなったんで、まあ減衰してて風もあるんで、
まあ自分の大好きなジャークベイト、あとリンログ、これでやってみたいと思います。これとあとトップですね。ここからの時間はそいつをメインに、まあこんだけ厳選してたらレンジが合ってくるんで、自然とこのジャークベイトに、フローティングジャークベイトね、これの後普通にやって口つかないやつをリアクションでっていう感じかな、イメージは。結構人がいた。ここはジグを打ちたいね。ジグふわふわしてたらガツン下からふわってなりそうよ。取りに行きてえな。多分無理だけど。はい、車まで戻ってタックル持ち帰って、まあ、ここら辺だけジグを、本当だったらね、この水位だったらないかなと思ったけど、結構なんだろう、切ってあるこの足とかがあのフローティングマット状になっててシェードができてるんで、その隙間をジグで、でさっきハードベイトもジャックベイトとポップアルしか投げないとか言っておきながら、すぐジグ使っちゃうからね。うん、ここは違うよ、あそこね。浅いけど通ると思うんだよね、あれ覆いかぶさってるから、安心して魚が。めちゃくちゃ浅いけどね。この辺狂ってきますわ。あ、でルアーはね16分の3に戻して、ここもゆっくりふわふわやりたいんで、とあとケイテクのカスタムトレーラー、昔懐かしい。浅いね、全然推進ないわ。けど釣れる気がするわ、こんな絶対。そのためだけ。これダメだったらシェードにポップアールかなとか思ってます。はい、ということで今、いろいろ本当は中流域、サッシの対岸とかお墓周辺の、なんだろう、護岸とシェードとか絡むところをジャークベイトで
やりたいなと思って移動してたんですけど、車が止めれず、で差し前でもいいかなと思ったんですけど、差し前も止めれず、でそんな感じなんで、ちょっとぐるぐる移動して、もう小坪橋下流の方の小坪橋、まあ、あの昼に1匹釣ったのはあの辺、あそこに今人がいるところらへんかな、よく忘れたけど、あの辺近辺の反対側で、まあ、こっちはねちょっと日が当たりすぎちゃってるんで、まあ今日は本当にジャックベイトやりたいなと思ったんですけど、ジグでこいつで押し通そうと思います。もうあれです、ただひたすら杭にジグを打っていくだけで、4分の1のジグにバイズクロー、あのノーマルのサイズ 4.5 だったっけ、忘れた。で今回はこれ一節カット、ちょっともうちょっとボリューミーに、濁ってるからね、まあ、そんな感じで杭を徹底的に打ちたいと思います。さあラストワンちゃん来い。でちなみに今日が今年4月最初で最後の釣りになっちゃうんで、次はゴールデンウィーク、まあしょうがないんであれなんですけど、もう一匹欲しい。できれば3月も大江川1回だけで、4月は今日の御三川1回だけ、まあね、その辺は限られた時間で楽しく釣りすれればいいかなと、釣りができればよいしょ思います。ひたすら杭をジグで打ちます。これで再現性のあるやつをなんとかもう一本取って締めくくりたい。まあ、時間は5時ぐらいまでかなって思ってるんですけど、見えてる杭全部打ちます。上流から小坪橋までかな、ここら辺までの杭に全部ジグ打ってきます。まあジグもしかしたらテキサスも使うかもしれないけど、まあ、濁ってるからね、こういう黒ジグ系の方がアベル力が知れたはっきりするしね、そう思ってジグなんですけど、どうなるか。最後一発来い、もう一発頼む。はい、結局時間ももう5時過ぎちゃったんですけど、本当は帰ろうかなと思ったんですけど、もうずっと打ち続けて自分の大好きなエリア、ここだけ打って終わりましょう。頼む、スイカフィッシュくれ。あの1匹じゃ本当にたまたまマグレフィッシュ1匹で終わっちゃう。まあ現実そうなんだけどね、こんだけやっててワンバイトってことはマグレだよ、パターンではない間違いないと言いつつも、いや来るんじゃないか来るんじゃないかって信じて信じて、歩いて歩いて打って打って打ってってやっちゃうのが釣り人なんだよね、本当に。それがバスフィッシングですね。まあでも楽しいからいいや。明日も休みだしね いやダメだわ、この杭だいぶ期待してるんだけどね。あーかんかったかーい。いやーもうなんか最後どうせ釣れるんだったらジャックベイト入ればよかった、後悔しかない。なんか当てに行って外した感じだもんね、安全な道を行って。あーダメでしたわ、結局昼釣れたマグレフィッシュ1匹のみだけど、久々に御三川でジグ投げてめっちゃ楽しかった。次はゴールデンウィークぐらいかなだと思うんで、またその時にリベンジしたいと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いや次はもうちょっとなんだろう、巻いたりなんかハードベイトで釣りたいね、大江川でも御三川でも。まあいや大江川はワームかな、わかんないけど。ということで今何時、結局5時16分、ここでストップフィッシングです。
まあでも釣れたからね、楽しかった。うん、半年ぶりの御三川だったんですけど、まあいろいろね、なんか工事してたり、すごいその影響かなんかで水が濁ってる下流は特に感じなんですけど、まあ、濁ってるのは好きだし、今日の状況もね、減水してて良かったんであれなんですけど、その状況で1本しか出せないっていうのはちょっとあれなんですけど、まあしょうがない、これが現実です。ということで、また次回、次はゴールデンウィーク、お会いしましょう。さようなら。